はい、どうも、こんにちは。これはですね、るろうに剣心日本実写映画史上初の快挙、上海国際映画祭でシリーズ特別招待。るろうに剣心シリーズの第二次演会、上海国際映画祭での初海外シリーズ一挙上映。あと、るろうに剣心最終章、The Final, The Beginning のインターナショナルプレミア上映が決定したってことですね。アジア最大の映画祭である上海映画祭のムービーフランチャイズ部門で、るろうに剣心シリーズ5作の招待上映が決定。2016年に設定された本部門はこれまでハリーポッター、007、ミッションインポッシブルといった世界中のファンもを持つハリウッド大作の映画のみが招待されていた。今年はるろうに剣心シリーズが日本実写史上初の本部門での上映となる。これ、もうその、日本実写初っていう話を毎回聞くんですけど、じゃあアニメじゃあるってことなんですかね、やっぱね。なんかあるんですかね。ジブリシリーズとかなんかやったりするんですかね。また、るろうに剣心シリーズにとっても、海外で初シリーズの一挙上映、さらに、現在、公開中のるろうに剣心最終章ファイナル。来月4日公開のるろうに剣心ビギニング。これがインターナショナルプレミア上映となると。今回の海外での上映に対してシリーズ主人公日村剣心を演じた佐藤健、武士の心と日本の昔ならではの美術、江口洋介は斎藤はじめね、これ最高にかっこいいんだよな。日本の様式美と美意識を、大友監督はいろんなスタイルをミックスしたロケになるというのはソードアクションと、海外のドラマの皆さんに楽しんでほしいと語ると。これちょっとね、たけるくんのところを読みたいですね。あ、これはね、上海映画国際映画祭のディレクターの方ですね。あの、中国人の方ですね。一作目から10年同じチームで一緒に戦って進化して作り上げた映画るろうに剣心シリーズは次元の壁を突き破り、日本映画の可能性を切り開いた。さらに東洋武術をメインにした凄まじいアクションはハリウッド映画と全く違い、東洋ならではの究極のエンターテインメントが誕生した素晴らしい作品、本当に感謝でござる。剣心、上海へようこそ。だそうです。これ僕ね、でもね、ほんとね、剣心のね、あのタペっていうんですか。やっぱりあれ、普通の日本のね、時代劇のタペとはちょっと違うので、受けると思うんですよね。相当僕は東洋では受けると思うんですよね。佐藤健のコメント。海外のファンの方はどのようなところを楽しんでいただきたいですか。アクションは当然ですけど、登場人物全員が持っている武士の心といいますか、それはきっと剣心や侍たちだけじゃなく、女性の登場人物とか和月さんの描かれるキャラクターは全員に共通した真の強さを持っていると思うので、そういうところを日本の昔ならではの美術と合わせて楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますと。で、どっから見ても楽しめるシリーズだと思いますが、何作目から見るのがおすすめでしょうかっていう質問に対して、1作目からですねと。もちろんどっからでも良いんですよ、強いておすすめを聞かれて1作目から見ていただくのが一番ではないでしょう。もうこれ間違いないです。タケル君のこの言葉に僕は間違いないと思います。剣心を見るんだったら1作目から順に見た方が絶対ね、繋がりますから、その方が倍楽しめますよねって僕は思います。なんかね、まあ、ちょっとすいません、僕今ね疲れもあるんで、コメント欄閉じて、一発目のね、僕の1日パン数本あげるんですけど、一つ目だけはコメント欄開けてるって。その他はLINE でね、コミュニティの中に僕の LINE の QR があるので、LINE でいろいろといただけたら嬉しいんですけど、まあ、あとチャンネル登録もお願いしたいんですけどね。うん、まあ、なので、すいません、コメント欄閉じてるんですけど、今ね、ちょっと僕が考えてるのがあって、その一番最初の今日のやつでも言ってるように、僕は人のやつを手伝う仕事がね、ちょっと増えるかなと思ってるんですよ。YouTube がね、人のやつをプロデュースするっていうのが、何人かの手伝っていくんじゃないかなっていう今、流れになりつつあるんですが、その中で一つ言われてるのが、中国人のね、中国の方の女性が、まあ今の日本の大学に通ってる中国の方ですね。だからあまりまあ日本はそこまでうまくはないんですが、まあ日本にいて、日本のことを学んでいきたいという人なんですよ。
で、ちょうどこの上海のこのね、ルノーニケンシンもあることだし、タケル君とかルローのこととか聞きたいなと思ってた、生でね。果たして、中国でどれぐらいの知名度があるのか。よく手話とか見てると、香港とか台湾とかね、そこら辺の方から、タケル君にね、一生懸命勉強した日本語でね、質問入るじゃないですか。まあ、それみたいに、果たして、中国で、タケル君の人気とかどうなのかとか。まあ、もし、謙信を知らないのであれば、僕が洗脳していくじゃないけど、これを見てどう思うのかとか。うん。だって、中国の人とかでね、例えば、なんだろうな、三浦春馬くんがね、やってた、進撃の巨人なんかも人気あったりとかもするし、タケルくんのこの、ルローニケンシンも人気あるんじゃないかなと思ってるので、ちょっとそれを生の声でね、どんな感じなのかも聞いたりとかして、それを YouTube でね、アップできたらなって、密かに思ってたりするので、タケルくんはね、今後ね、国際的な、活動を視野に入れてるって話もよくしてますから、海外の人にね、タケル君は果たしてどれだけどういう目で映ってるのかなんていうのもちょっと気になったりするのでね、そういうのもちょっとやっていきたいなと思ったりしております。まあそんな感じです。ではでは。